さあ残りも少なくなってきたので、まあどっちがどういってもいいかなといった感じです。はい、ラルフ対炎よりケイズ君、炎よりを入れている。これはもちろんラルフは苦しいはず、まあ、しかしかぶされるまではそこまで多分そうですね苦しくはないんだでしょうが、かぶされた瞬間に苦しくなってくる。こうなると無理をしなくてはならない。青い花刺さってお攻め前転、前転がりにいったがこれは噛み合わず。すごいスピーディーですね。早いですね、展開が早い。読んでいる。ドライブキャンセルして、まずは炎よりさあこれフォアジャイかなり早めに倒されちゃったんで結構残ってますね。そうですね、さあもちろん飲んでいって引っかかってくれと思ったら引っかかった。これはドライブ使わないときついですね。なるほど、使っていきますね。かなり早めだったんで間違いないでしょう。まあもちろん使ってもうこれで倒しちゃうんですね。そうですね、いいキャラですわ。ドライブがちょっと減ってるぐらいですからねそうですよね、飲んだ時と比べると飲んで0ゲージになってたはずなのにもう1ゲージ溜まってる。確かに、あ、これがフォアジャイの強み。かぶせで、しかしこの組み合わせはちょっと苦しそうなイメージがありますが、フォア側はちょっとスラーがほぼ振りづらいっていうのがあります。スラーに EX 投げが確定しちゃうんで打ちづらいっていうのはありますね。AC にジャンプシーで当たってサイト B は様子見して、さあ酒の効果が消えるのを待ったか、これはちょっと遠かったですね。なるほど、さすがにあの位置はちょっと確定しなかった。反応は素晴らしかったんですが、ドライブキャンセル使って低めに当たっている。もう一回入りますね、ジャンプで決めて、ここは好転で様子見。さあもちろん飲んでいって、いやーぶっぱなしますね。これですわ、これはでしょうね。さあケイズスペシャル入って、これはやはり1ゲージ使わないといけない。うまい、まあまあまあゲージをためさせないために、はい、禁止 EX ドラゴンキックで、あ、心の隙間につけ込むケイズスペシャル決まっていく。そしてなぜか3ゲージ溜まっていると。確かにこれは確定しない、ギリギリ届かなかったようですね。さあここはパナしても、うわー、うわー、うわー、あー、あ、ドライブも溜まってしまった。あ、まあまあ安定ですね。さあこの後どうなる。あ、いいダッシュ最速、これを忘れてしまうと相手に可能性を残してしまうんですね。さあここで再起を置いてきたケイズ、計算通りか、暴れ通しガードしている。ダッシュから前転して投げていく、しゃがめていいからリーチ、暴れ通しがしっかりしている。うまいですね、今のバックステは。バックステで前をしっかりしている。これは決まるか、死なない、死なない。まあそうですよね、打つしかない、もはや。さあケイズ君がミエさんを倒していく。スプラッシュだったらどうだったの、抜けれないかな、どうだろう。ああどうですかね、ネオマも一応選択肢としてはあったんですけど、なるほど、さすがに間に合わないかな。さあ末さんがワンピンに座り、残るは4人かな、高校一部、あ、5人か、あずきねこケイ初期5名。まあそろそろね、僕が行ってもいいかな。いや今日は自分が先に行きたいところですけどこれは珍しい再起対決。まあ、開幕飛びが刺さっているのはケイズ。確かにこれなかなかないですね。まあこれ結構面倒くさいですね、やっぱり同キャラっていうのはあるんですけど、これは飛びが刺さって高いぞ。あ、うまい。さあ根元から当たんなかったが、ここは見せていく。さあしっかりと抑える。さあそして末川中堅の量。さあ98でも量はだいぶ使い込んでいますが、さあこの画面端を抜けさせたくないが逃がしてしまう。暴れ潰し対空取れず、暴れ潰しがキャン前転表飛びが刺さるが、うわー遠泳がちょっと出なかったが、ガーキャンして対空めくり、しかし追撃できない。受けてキャンセルして中段から龍湖南部流れるような連携を見せて取り返していく。まあこれは結構いける、いい勝負ができるはず。さあ画面端これは苦しいぞ、炎よりでもいえども中段発動しているがちょっと遠い。中段もう一回、これはいいのもらっちゃいましたね。二次会が今日は流行っている。この量の勢いどう止める。ジャムディーさしてダッシュ投げ、サイド飛びから前転は許さない。最速で暴れて発動。これはゲージは使わない。中段を決めて1ゲージ。さあしっかりダブルアップを決めて対象戦キム。ゲージ状況はどうなっている。さすがに苦しいか。4ゲージある。前々は入らず小足から前 B が出てしまうが、さあそろそろドライブが溜まってリーチがかかってくるか。しゃがんでしまう。1ゲージバンバンからジャンプし中段が刺さって、これは高めに当たる。高い。さあ5ゲージあるが崖してまだわからない。 EX まだわからない。いやー、惜しかった。 EX これは削り OK。 あずきがいったっぽいですね。あずきさんのチームが気になるところですね。そうですね、いろいろ使いますが今回はまさかこれはさあこれはさあこれは迷っているぞ。お互いちょっと牽制し合ってますが、キムと空手ケイズ君もキムを入れている。あずきは足以外はまあ割と普通の布陣ですね。これはなんか対人なんでしょうか。空手再起、歩いて投げめくり、飛円からめくり肉は握られる。歩いて投げにしゃばれて、なんとか五分状況に戻して大倉瀬、よく倒した。さあこのもみ合い状態の最速コスがやはり強い空手。あ、うまい。もちろん使っていく。やはりジャンプ CD カウンターから5割6割っていうのはそうですよね、すごいですよね、本当に強いですね。こう見てるとあれだけ拮抗してた勝負が一瞬でひっくり返っちゃいますね。なんだ、まあ、ND でジャンプリーに対策してるんですね。あれは、まあ、結構引っかかるっちゃ引っかかるですが、投げてバグステヒエンぶっ放していくが、これはしかしお釣りが安い。なあ、ケイズ君の試合は何かが起こる。投げて、あれなんか今釣ったっぽいような動きしてたのにおとなしく食らう。ダッシュし、まあ、投げが出ないか。遠視で暴れて貢献が当たる。おっと読んでた、マジか。おそらく確定はしないと思うんですけど、さすがにやりすぎ。めくりが入ってケイズ君逆襲なるか。キムを使っているところなんて見たことないが、密かに特訓してたのか。そしてアッシュが出てくる。さあ何を見せてくれるのか。このアッシュしゃがみっぱだが、さあコンボがしたそう、コンボがしたそう、したそうですね。だいぶしたそうですね。これはやりたい感じですね。さあやはりそういう人にはお仕置きが待っていると。さあ流れが悪いあずきアッシュ、ドライブキャンセルで、さあちょっとやりたい感じが出て、おとなしくなんか全部やられたって感じですね。もうさあここは気を引き締めないといけない。4ゲージフルドライブしっかり見ている。歩いて投げ EX 逆に逆、なんだすごいすごい。さあバックステ半月、これはちょっと状況的にはさすがに継続苦しいが、さあこれでゲージが入ってしまったので、あずき側も火力はちょっと足りないか。さあしかしもうちょっとでたまる。さあこれでおそらくお互いリーチ、そうこれミスらなければ倒しますね。あうまい、しっかりしている。さあやはりやりたがるとダメなのか。さあにこやかにやられていったあずき猫。さあ高校さんがいきます。残りは3名かなですね。はい、さあケイズガンはキャラをいつもに近い状態に戻し、高校側はデュオロンを投入している。デュオロン詰めキム、さあ1番におそらくデュオロンが来るんじゃないかな。お1番キム、さあケイズ君は順番をジャパンしてしまったのかどうなのか。さあ先方もよく見るこの2キャラ。さあジャンプ B から起点を作って有料リーリーダーバイで、おっとこれは使ってしまう。しっかりドライブがぴったり溜まって、ここはゲージを払わない。さあ開幕ケイズ側がアドバンテージを握る。エンディからジャンプ飛ばし打っていく。エンディ最後もおそらくバックステ半月かな。さあケイズ側はだいぶいい状態で勝利して、2番手デュオロン。えぐい、おっとちょっと漏れてしまったところにお仕置き。お、なんだ、さあココさんもやりたいがちょっと難しい。コアガードして、さあ繋がらない。投げ外して、さあ位置が目まぐるしくよくわからない状態で入れ替わっていく。さあ走り込んでコアガード、さあ速い、さあ両論もジャンプがふわっとしてるんですが、結構素早くてジャンプ攻撃も基本的に強いものが揃ってますね。さあ速い、さあ禁止が逆に出てしまい、さあ手と足を伸ばしていく、さあ EX ゲーム逆から紐逆か、あっとジャックから初コンが刺さる、これはおそらく2ゲージなのか3ゲージ払って安定で殺しきる。さあ高校側だいぶ苦しくなってきたか、これはしかし大将詰め、夢のあるキャラが出てくる。3ゲージフルドライブ、さあうまい差し込みのエンディから発動、これは1ゲージ締めかな、とりあえずそうですね。これでケイズ側に2ゲージ半かでハンドラ溜まったような状態、ちょっと似たような状況になりましたね。あ、そっかフルドラ使ったのか。さあ開幕玉1点読みの行動からのこのコンボ、さあ惜しい、さあゲージが少ないのでゲージが払いづらいこの状態、しのがざるを得ないがガードばかりしているとやはりガクラゲージが削れてくる。しかしうまく逃げてガクラゲージはだいぶ回復した。さあこの状況つながる、さあ高校側ほぼ全てを払い切って禁止、間に合った、さあどうなる、うわーだーきゃっなんだ、さあうまく発動してフォローが効く、さあここで 1P さゆりん1列目おめでとうさんですね。残るは自分とケイさんの2人かなといった状況で、さあナナミン側はなんだランダムが入ってんのかな、初手戦はマイ対サイキ、さあお互い飛び道具の性能はだいぶ光るものがあるが、さあやはり揃っているのはサイキ側か、さあマイ側はやはり守りに若干の不安がある、さあそれを補うかのように早出ししていく、ジャンプ A からリードは前側、しかしその差も徐々に詰まってくる、ガーキャンしておっとなんとかこらえる、さあ早出しにはしゃがみし、龍炎部から近づいていく、さあ先鋒戦相当いい勝負、飛ばして落として飛ばして落とす、いややっぱりやりたい感じ出しちゃうとダメですねそうですね、まあ、今日はなかなか、はい、いろいろいい試合が面白い試合が多いです。出し投げ決めて前側は何か刺さったとしてもこれはゲージ使うか迷うとこですね。そうですね、この状況は歩いて投げ、しかし投げが通る、さあ中堅のシェンウ飛びが刺さるが届かない。あーすごい位置でユリオリがいい位置クズ風で発動していく。ああ逃げずたまらなかった。ああミスルもちろん発動。これは1で終わるのか。あミスルさあここで生かしてしまうこのよりはなかなか怖い。あっとしゃがんでしまった。さあちょっと苦しそうですねこれフォアジャイさすがに。そうですね状況も相まってこれはまだ先は飲まない。さあスライディング読みで垂直置いてたんですが噛み合わず。いやーうまい。いやー苦しい。これはカウンター確認して釣れる。さあ発動2回目。さああと2人かなこれで。そうですねはい。ケイさんが 2P に座りK さん爪より入れてますね。あなるほど昔の本キャラかな。まあ熱狂対 K ダッシュ。あ K ダッシュが初手。なるほど爪が入ったことにより K ダッシュが初手に。初手系ダッシュ面白いんですよね結構。走りに追い詰めた時はかなり強いんで。ただまあやっぱ触れるまでがジャンプ CD に頼らざるを得ないところがあって、まあ、こうなるともうめちゃくちゃ苦しいですね。もちろん使っていく。いやーかぶされた後にやっぱこする最速で昇竜こするかそうですね苦しいですね。まあガードをするか暴れるかしかないんで。さあこのベニマルで取り返せるがさあゲージ効率回収力はナンバーワンと言っていいでしょう。遅らせ小足が刺さってさあ1チームの動きが非常にいい。小足から暴れていく。さあガンガン前に出る。さあここは様子見して画面端には行かないように気をつける。うわー EX よく見てる。中段が刺さる。さあ K さん相当苦しいこれは。さあ取り返したいところだが刺さってしまう。お助けがまで決めてさあここは我慢の時間が2チーム側も無理はしない。さあ冷たく冷たく立ち回っていく。めくりが刺さって発動。これは難しいこと必要なし。しっかり決めてさあこれでラストが初期さんですね。1チームの方はまたランダムにするのかな。バイスランダムですね。さあクラークチン使えるのか。さあ初期さんはしっかり本キャラっぽい。これは勝ちに来てますね。さあキム対チンこれはキム側も結構面倒くさいはず。しかしチームも火力がそんなないので最初は時間はかかるはず。遅らせばしい投げに行ってはちょっと早かった。バックス半月からシャムリ。さあ画面端から逃がさない動き。ジャック・ヒエンザンでしっかり落として画面端遅らせばしガードしている。かぶせてさあガクラゲージが溜まっていく。エンディに上から振って投げでこすって、これは前転で逃げてしっかり当てる。カウンターから1ゲージハンドラでこのダメージ、そして下段、これは思わずガーキャンで逃げていってしまう。さあ体力逆転している。小足からしっかりコンボ決めて、さあ当て身が怖くないのか、重ねていく。さあ相手を信頼しているのか、どこで裏切る、ここはすかして投げられてしまう。小足がかぶせて、いやーこれは苦しい。まあ、チンが半分ぐらいしか減らせず、中堅クラーク、かぶせて、さあ空対空は結構クラークいけるはず。かぶせた後の読み合い、すかし投げ決めて、前転からの距離、これは見えていた表。さあガードして、いや遅らせの EX 三月当たる。投げ返すジャンプ尻。さあこれはさすがにダッシュにエンディが刺さって、2チームが取り返す。このクラーク対ベニマルどうなんでしょうね。かぶせに行って投げ返されて、画面端取られてしまう。居合で暴れて、さあこれはもう、うわー二度跳びしっかり読んでる。運んで、さあバックステを決めていく。これはもう、あ落とした、落としたけどこのゲージが終了。さあ焦っているか、しょきさん画面足、さあしっかり決めて、これは倒しきるのか、倒しきる。さあ大将の空手、クラークに、いやしっかりしている。いや今のは確かにこすりたくなるとこなんですけれども、それを許さない正気。ゲージ状況が良くないバイスだが、攻撃引っかかる。画面足、いやー最速で打っていく。こちらも負けじと打って、両者ともハンドラ1ゲージ。体力状況はやや空手有利だが、ダメージを取りやすそうなのはバイス。湘南逆モレルが当たらず、いや最大が刺さって、これは死なないよな、まださすがに死なない。残り1割。さあ怖い、投げも怖い。さあ残り30秒、バイスは5割、空手は1割しかない。さあどこで崩しにいく、すかし投げ、そこだったか。しっかり勝ったのは1チーム。あずき杯お疲れ様でした。そうだ、覇者だ。そう覇者です。さすがの覇者でしたね、はい、とりあえずなんかしばらくでかい大会ないんで、まあ、まったりやっていこうかなと、いろいろ触って近々自分のマキシマを見せられると思うんで期待しておいてください。なるほど、強キャラと噂の、はい。じゃあまあとりあえず今日も長丁場でしたが、ありがとうございました。ケウフ、違う、第58回ケウフ13クライマックス紅白戦ご利用いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。